こんにちは、大人男子ラボの宮永優斗です。加藤です。お願いします。今日どこだと思います皆さん、はい、まあ、サムネでバレてんのか。バレてます。はい、韓国です。はい、韓国てます。僕らですね、研修旅行ということで、はい、韓国に2泊3日来ております。はい、今日大人男子ラボのメンバーでね来てるんで、あ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。今日シャンズじゃなくて、僕と加藤くんと大人男子ラボっていう、はい、あのインスタのメディアをね、はい、やってる2人合わせて来てるんですけども、はい、まあ、今回の旅の目的は、まあ、レタッチバイフィフス、うん、あの美容室出すんで、はい、韓国のね、あのアパレルとかセレクトショップ、はい、すっごい内装おしゃれとかいっぱいあるんで、これ見たいね。見たいっす。うん、あと、新しく商品も開発してるんで、はい、パッケージデザイン、そうですね、やっぱ韓国もめちゃくちゃおしゃれなの多いんで、うんうん、見たいね。見たいっす。それも見たい。はい、あとは、まあ、おしゃれなカフェとか、はい、まあ、おしゃれな、おしゃれじゃなくていいから、もううまい飯、うん、うまい飯、この辺をね全部楽しみたいなというふうに思っております。はい、今回、回るのが、はい、今日ソンスっていう、はい、今はね、はい、今ここにいる場所、あとアックジョン、アックジョン、はい、アックジョンはもうちょっとなんか高級なのかな、うん、代官山っぽいって聞いたことがあるんですけど、そういった場所で巡ろうと思うんですけど、はい、今ねここソンスのねディオールの前なんですよ。はい、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれです。ここやばいよね。ここら辺周りもなんか高級車しか止まってないし、ということで、まあ、今回この2人が書くプラスちょっと大人男子ラボのね、ヒカル君とか、はい、コウヘイちゃんとかもちょっと見え隠れしながらですね、はい、散歩して、皆さんの韓国旅行をね行った際の参考になればなというふうに思います。はい、じゃあ行きますか。ディオール行きましょう。はい、行ってきます。大人男子ラボのヒカル君です。はじめまして。コウヘイちゃんです。はじめまして。まあ、こんなメンバーで会社やっております。やばいね、ここすごくないですか、これ。じゃあ行っちゃいましょう。場違いだ、場違いでしたね。あの外から眺めてるぐらいがちょうど良かったっす。いや、バリ金持ちしかいなかったし、見るからに一組に一人販売員さんがついてくれて、まあ、すいませんっていう感じでしたね。でもすごかったね。すごかった。すごかった。うん。まあこのままなんかもうヒカル君とコヘイちゃんがずいずい行ってるんで、多分行きたいとこいっぱいあるんだと思うんで、はい、ついていきますか。行きましょう。はい。キンフォークって雑誌だよね、これ。ですですです。の何パン屋さんこれ。ブルガリの広告が。でもなんか売ってんじゃん。かわいい。おー、いい香り。おしゃれやな、香りが全部なんかおしゃれじゃね。うん、キンフォークもちゃんとありますね。どういうこと、キンフォークがやってんだ。ありがとうございました。ありがとう。買いました、買いました、キンフォーク。店員さんが優しくて、優しかったっす。まあ最先いいっすね。うん、このまま攻めていきましょう。はい、はい、うまそうじゃん。これうまいっす。こういうこういうでいいんすけど、やり方わかんない。行きましょう、行きましょうか。行きましょう、行きましょう。もうなんかこういうご飯屋さん初めてだね。めっちゃおしゃれ。おお、めっちゃおしゃれやん。めっちゃおしゃれやん。おしゃれ。こういうって書いてある、こういう反射で。めっちゃいいやん。加藤くんがさ、この旅でさ、永遠にやり続けてるこれ。これすごいよ。Google レンズの翻訳です。Google レンズで翻訳すると全部日本語になるってことでしょ。はい、そうなんですよ。めっちゃ便利。まあすごい。結構すごいよね。これ結構すごいけど、もうあんたこれやるために韓国来たぐらいやってるよ。先陣切っても腕鳴らしながらやってる。うまそすぎるねこれ。全員撮ってるね。光です。光です。YouTube 初登場でない。はじめまして。うちの会社、あ、まあ Vlog で出てるか。ちょいちょい。うちの会社の、あの大人男子ラボのマーケティングやってます、光です。光です。今日ちょっとソンス選んだきっかけというか、はい、なんちょっとソンスって何なん。ソンスってなんかあの韓国通な友達とかから、うん、あの共通してソンスが今一番熱いって教えてもらってて、うん、で実際になんか雑誌とか見てみても、うん、なんかカフェオニオンってあります。カフェオニオンってなんか聞いたことあるね。そう、それがなんか2016年ぐらいにできてから、うん、こう若者が来るようになって、オニオンがきっかけに、オニオンがきっかけに、すごい。で今なんかそのイケてるアパレルとかカフェとかはなんか全部ここに出店するみたいな感じらしくて、めっちゃ盛り上がってるらしいんですよ。じゃあオニオンめっちゃすごいやん。
オニオン行きたいですね。オニオンは行きたい。じゃあオニオンは絶対行こう。行きたいですね、うん、なるほど。でも結構なんかあの逆にさ街並み的にさ韓国感なくしてるっていうかさ、はい、普通におしゃれだよ。もともと工場地帯だったらしいんですよ。あ、そうなんだ。で工場地帯をこうなんか政府とか国がこうなんか介入してすごいリニューアルとかして、うん、なんかどんどんおしゃれな街になってる、めっちゃ詳しい。ちょっとさすが調べました。リサーチの神さすが。こういう感じで工場っぽいのがちょこちょこありますね。工場すらおしゃれに見えます ね。ちょっとおしゃれに見える。とんでもねおしゃれカフェあった。とんでもねおしゃれカフェだねこれ。本当にメロー、メローはさすごすごいっすよこれ。見てこれ、このカフェですからねこの入り口で。すごいね、マジ感心するわ。全部これカフェやで。なんでなんでこんな予算かけれんの。頼む、教えてほしい。なんでこんなに予算かけれるんですか。ああそういうこと。おしゃれすぎやろこれは。これはおしゃれすぎる。こちらがね、チョコマドレーヌ。こちらレモンケーキ。こちらこれちょっとよくわかりません。いただきます。あとやっぱりこのカフェはインスタグラマーみたいな人がめちゃくちゃ多くて、あの彼氏が彼女を死ぬほど撮ってます。さっき見たのは多分500枚ぐらいワンショットで撮ってました。で、すっごい撮っててびっくりしました。やっぱり日本の人よりインスタグラムにかける情熱はちょっとすごいなと思っちゃいましたね。角度から今も隣で撮られてるんですけど、すごいよ。多分俺今映ってんだよ。なんかおしゃれ。あえて下ろしてるんです。あえて下ろしてるねこれ。うわおしゃれ。あすげえ、物内径だ。うわ行きましょうよ。うわうわ余白がすごい。シュンできます。めっちゃいいっすね。かわいいよね。ナイキです。ナイキでこういうのありありっすね。めっちゃなんかそれとあのエツさんがいつも履いてるそういう下のパンツ合いそうっすもんね。ストリート系になるよ。確かに確かに。でも結局こういうのがさ、多分トレーニングしてったらこういうのしか似合わなくなるんだろうね。スウェットとか。またニューバランス買おうとしてんの。はい。もう病気多分病気ですよ。でも2000人欲しいな俺も。2000人いいです、履きやすいですよ。うん、これ絶対合わせやすいよね。グレー、はい、グレーベースとかブラックベースはめちゃめちゃ合わせやすい。韓国のセレクトショップってこういうパッドがさ絶対 あるよね。ね、説明してくれるよねこれで。安いですね。買いました。はい。チューン。かっこいい。やばい雨が。雨やばい。どうしてくれんだよ。やばいこれ。どうしてくれんだよ。ケツの方から風来てるからもうやばいよ。ここ裏びちゃびちゃ。アーダーエラーの店舗？店舗だぜこれ。これどういうことよ。このスペースだけでもうショップできるもんね。これショップ？ショップなの？マジで？ホログラム？映像で映んないのかな？これ店舗？だってここのさスペースにさ、これ靴4足だけしかないからね。これ美術館だよ美術館。うわすげえ。マジで？これすごいね。嘘でしょ？ねえ。これショップです。これショップですよ。これショップですよ。うわーこれ感動するわ。美術館。確かに。ディズニーランドだね。マジディズニーランドだね。レタッチ
ガチやります。ここに入れたって大きいレタッチ浮かせます。でっかいバウム、ここに。うわちょっと見ますか、これは。ちょっと服見ましょう。なんかこの世界観だとちょっと欲しくなるね、うん、アメイジングでしたね。 It's amazing. It's amazing. やばかったね。ほぼ美術館だったね、はい、買いたくなったよ。買ってないけど買ってないけど買いたくなった。なんか買いたいと思った。なんなんだろうね。いやでも回収何年かかってんだろう。そんなね、そんなめちゃくちゃ売れてんの。いやでも日本ではザラとか、うん、あのメゾンキツネとかコラボしてますよ。あ、そうなんだ。じゃあ結構有名なブランドなんだ。結構有名です。あー、俺あんま知らなかったな。はい、じゃあソンスのねラストはオニオンっていうカフェですね。あの冒頭でヒカルくんが言ってたこのカフェができたから多分ソンスが発展したっていう、カフェですね。まあ、雨上がったんで良かったんですけど、雨上がった瞬間にカフェっていうね。もったいないですよね。もったいない感じですけど。あ、目の前に見えてきましたね。オニオンですね。おしゃれだね。じゃあ入っていきましょうかね。 Go。 うわーすごいね。これ俺らさっき食べちゃったから食べれないけど、これ食べたかったね。これ食いたかったね。これこれいいな。これでももう入んないね、お腹。でもあれですね、エッチさんの一番のずっと言ってたお目当てタンバリンがこの後、この後ですね、アクジョン、アクジョンに移動しますよ。1点3点ありまして、はい、迷いに迷ってタクシーで到着しました。はい、多分ねここら辺ね、あの芸能事務所とかもあるっぽいんですよ。ごっついかっこいい人とか綺麗な人いると思います。はい、今いました。はい、いました。今芸能人みたいな人いました。なんか街並み落ち着いてるよねここら辺ね。なんかそうですね、代官山じゃないよ。代官山とか白金台、清澄、白河、清澄とか白金台とか、なんかそっち系の雰囲気はします、ね。雰囲気だよね。韓国って思ったのが、うん、前の後ろもスモーク車が。そうなんだよね。怖い。全部スモーク車なんだよね。しかもあのフロントガラスもスモークだから、そうそう、ね、誰乗ってっか分かんないんだよね。ちょっと怖いっすよね。すごいよね、なんか見られてんだか見られてないんだかみたいな。そうそうそう、うわ、なんかあ、これだ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 これや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 、デデン、ジェントルモンスタータンバリンズ。ヌダケ、ヌダケ知らないな。マネキンなんですけど、めちゃくちゃマネキンなんですけど、韓国屈指のおしゃれショップ入っていきたいと思います。タンバリンズ、ジェントルモンスター、ジェントルモンスター、ジェントルモンスター、ラウンジカフェ。タンバリンズから攻めますか。攻めましょう。やっぱりここの店やばい。ここの店やばい。やばすぎる。買いました。このカードに書いてもらって会計するそうです。まあすごいですね、店内。半分以上こういうインテリアです。贅沢だね。いや、こっちもやばいな。こっちジェントルモンスターです。世界観がやばい。世界観がやばすぎる。ジェントルモンスター買わないですか。欲しいですけどね、ちょっとかけてみてです。3万ぐらいっすよ。意外とそんなしないんですよね、値段。思ったより僕は買う気満々でいきます。探します。試着してみましょう、いろいろ。なんて遊び心が。すごいね、韓国すごすぎ。マジビビる。すげえ。これ全部人じゃなくて人形っすからね。全部人形。ジェントルモンスターちょっと結構悪強すぎて、もしかしたら買わないかもしれないですね。どうしよっかな。全社員が集合いたしました。コンテンツチームからあのクリエイティブチーム、マーケチーム全員集まりました。セレクトショップに行くらしいです。行きましょう。まだまだ買いたい人がいるみたいなんで行きましょう。ただいま。はい。戻ってきましたね。来ました。日本へ。いや、楽しかったね。楽しかったっすね。楽しかったね。2泊3日だったんですけど、はい、マジであっという間で。あっという間でしたね。まあ、ほとんどこ の, あのソンスとアクジョンの撮影がメインだったんですけど、うん、はい、まあ、こんな感じで変えました。変えました。ということで、僕たちの本品を紹介していこうと思います。はい。じゃあ、僕から言っていいですか。はい、どうぞ。はい、1個目は、これ。
ででん、はい、ナイキの ACG のロンティーっすね。可愛いっすよね。これいいよね。なんかこのくすみカラーめっちゃいいなと思って、うん、これはソンスのチューンっていうセレクトショップで買いました、はい、チューンめっちゃ良かったよ。めっちゃ良かったですね。なんかすっごい店内も余白があって、うん、スニーカーもねすっげー並んでて、すごい並んでましたね。ニューバランス買おうとした買おうとしました、2足目とナイキもあったし、はい、アークテリクスとかもあったよね、うん、ありました。あったし、まあ、スニーカーはナイキとかニューバランスとかいろいろあって、うん、ありましたね。うん、結構なんか大人男子ラボのこのチャンネルの視聴者さんはソンス行ったらチューンは絶対行ってほしいな、うん、行ってほしいお店ですねっていう感じでした、はい、で最近僕筋トレしててまあ見てわかる通りちょっと太ってきてるんですよ、はい、だからなんか昔着てた T シャツがマジで入んなくなってきててピッチティーみたいになってるんだよね。なってますね今ね、うん、なんかそのマルジェラのパックティーとかもピッチティーとはになってるから、ちょっとゆったりめなねこういうストリートっぽいノリも、はい、いいなと思って、購入しました、はい、こちら1点目です、ね、本当はね僕ニューバランス実は買ったんですよ。買ったんですけど、昨日オフィス持ってきたんですけど、はい、履いて帰ってしまいました。何やっとんねん。すいません。いやでもあれいいよね。はい。ニューバランス。はい。品番だけ、M1906 の RCD というモデルなんですけれども、うん、RCD、これ韓国にしか売ってないの？これ日本未発売の、カラーなんですよ。へえ。もうこれは買うしかないと思って買ったんですけど、見る人が見たら瞬足。いや瞬。僕から見ても瞬足でしたね。完全に。瞬足なんですけど。めっちゃ走りやすそう。はい。まあこのちょっとね、稲田さとちょっとハイテク感の狭間にある絶妙なダサい感じが。いやなんか本当に加藤ってそういうの好きだよね。本当に好きだよね。はい。いやでもなんかすごい似合ってたよ。ありがとうございます。すごい。これを買いました。いやもう加藤くんがこのニューバランスを求めすぎて、はい、全員別にニューバランス行くつもりないのに。30分ぐらいニューバランス行きたい、はい、ニューバランス行きたいって言ってずっと探したんだよね。そうですね。これはどこだっけ、ミョンドンだっけ。これミョンドンです。ミョンドンのニューバランスの公式ショップで買いました。結構でかかった。結構でかいですね、まあ、原宿にあるニューバランスショップがあるんですけど、うん、まあ、それと規模感的には同じぐらいの大きさで、うん、だいぶ大きめでした、うんうん、なんか結構日本であんまりなくなっちゃってるもの、はい、とかも結構あったよね。ありました。俺が欲しい2002の、はい、なんだっけ、プロテクションパックです。プロテクションパックか、はい、なんかモフモフになってる。そうですそうです。あれも普通にあったもんね。普通に値段買いました、ね、だから買おうかなと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと加藤くんのニューバランスの勢いに負けて僕は買わずに終わりましたけど、はい、いやニューバランス結構良かったですね。良かったです。まあ、あとコンバースもね。そうコンバースもね、はい、CT があるので、うん、それちょっとなんかちょっと詳しく話してもらっていい？あ、コンバースってそもそも日本は伊藤忠っていう商社が今権利を持ってるんです、ね、うん、ライセンスを持ってる、ね、持ってます。で、海外のコンバースってナイキがライセンスを持ってるんですね。俺それ走らなかったっすわ。それで、日本に海外のそのナイキのライセンスのコンバースを入れるとすると偽物扱いになって持ち込めないんですよ。ナイキが弾いちゃう。そう、弾かれちゃうんです。なるほど。それで、ナイキ側はその昔からあるチャック・テイラーっていう形でご存知ですかね、うんうん、のちょっと細くてね。そうですそうです。シュッとしてるシュッとしてるやつ、ね、はい、の復刻モデルをナイキの方は出してるんですけど、それだったりでかっこいいんですよ、うん、オールスターとして。それを伊藤忠は持ってないの？持ってないんですよ。持ってないんだ、はい、じゃあ日本ではその CT チャックテーラー買えないの？買えないんです。まあなんでみんなこぞって海外でコンバースで買うといったらチャックテーラー CT70 を買ってくる。なるほど。それで、まあ、一番近場で買えるのが韓国だ、はい、っていうので韓国行くとみんなチャックテーラーを買いに行く、はい、そんな感じですね。やっぱねコンバースもミョンドン店行ったんですけどすごい賑わってました、ね、賑わってましたね、うん、常に、うん、買おうと思ったんですけどね、うん、ちょっと僕らは違うの買いました。違うの、うん、買いましたね、はい、なんでコンバースもおすすめです、はいはい、じゃあ続いて一緒に買ったやついきますか。はい、アビブ。アビブですね。アビブ、はい、アビブ買いました僕も。アビブは前から僕らはインスタの方の大人男子ラボでかなり推してて、うん、はい、インスタの方の大人男子ラボで加藤くんがこのアビブのパックを上半期ベストバイにベストバイにしましたね、はい、いやアビブっていうブランドねすごいねインスタとか見てもらうと分かるんですけどめちゃくちゃ世界観いいんだよね、うん、いいんですよね。世界観めっちゃ良くてこれとかもパックめっちゃ可愛い、はい、僕はちょっとパック違うコラーゲンジェルタイプなんですけどこっちはちょっとブライトリングみたいな感じのパックでした、はい、うんうん、これしかも超しっとりしてていいんだよね。めっちゃいいです、うん、これが1500円ぐらいかな。で何パック入ってました？10枚かな。あ、10枚。日本で買うより全然お得ですね、うん、日本で買おうとするとアビブはまだそんなに入ってきてなくて、はい、9点とかで買わなきゃいけない。そうすると
倍ぐらいにしますね。なるんで、やっぱりまあいいですし、うん、こっちもこのトナーパッドね、トナーパッド前紹介したと思うんですけど、買えばよかったな。めっちゃいいよねこれね。このトナーパッドも同じぐらいの値段、はい、あのニードルポアパッドです、ね、うん、なんか多分細かいニードルが入ってる系のやつで、このくすみカラーが可愛いんですか。可愛いですね。やっぱこれもそうですね。ほぼ同じ色だけど。同じ色ですね。くすみカラー。じゃあアビブさんのね世界観は僕らレタッチもかなり参考にさせてもらって、うん、あのねくすんだ感じとか余白の感じがすごい好きなので、うん、はい、ぜひ注目してもらいたいですね。ブランドですね。これははい、はい、はい、じゃあ続いて、もう一個パック。まあ、これ僕メディヒールなんで、もうあの日本でも有名だと思うんですけど、まあ、あの日本で買うより安かったんで、まあそれそうだよね、単純に10枚入りのやつを買いました。なるほど、はい。メディヒールも好きなんだ。メディヒールも好きです。メディヒールアビブが好きなんだ。はい、ここ2つ結構使いがちですね。でもやっぱ韓国のパックってすっげえしっとりしてていい、うん、なんかもうひたひたじゃないですか。ひたひた液が最高っす。最高だね、うん、これも一緒に買ったタンバリンですね。タンバリンズ、タンバリンズ、はい、これはハウスドさんだ。ハウスドさん、はい、ハウスドさんっていうこのタンバリンズっていうブランド、ライフスタイルブランドと、はい、ジェントルモンスターっていうの、うん、サングラスのブランドが一緒になってる複合セレクトショップみたいなのって、はい、まあ実は同じ会社らしいんで、うん、なんですけど、やっぱタンバリンズはあのジェニー様がね、はい、ブラックピンクのジェニー様があのブランドアンバサダーということで非常に日本でも注目度が高いと思うんですけど、うん、タンバリンズもあんまりまだね日本で買えるところそんなにない。そうですね、買えるんですかね国内で。どうなんだろうね、あんま見たことないよね。見たことないです。ノンフィクションの方はちょこちょこ、ね、そうだね、トゥモローランドとかでね、はい、ありますけど、いやタンバリンズはマジでいいですよ、行った方がいいですよ、うん、お店の世界観やばいもんね。めっちゃ良かったっす。めちゃくちゃいいでプロダクトも見てこれもうすごい、これ見てよ。こっちがハンドクリームですね、うん、いい香りするんですね。一回これのちっちゃいサイズ紹介しましたけど、紹介したね、うん、大きい方がなんかやっぱり存在感というか、うん、そうだね、よりインテリア感ありますね、うん、でいい、こっちがキャンドルなんですね。小さいサイズの方です。これも可愛いよね。これもなんかちょっとそうなんですよ。これいくらぐらいでしょう。これでも3000、4000ぐらいです。はい、これも3000円ぐらいかな、うん、だからなんかそんな高くないんだよね。ですね。このなんかプロダクト見ちゃうと5、6000円するのかなって思うんだけど、意外とそうでもない。そうでもないんですよね。これお土産はめちゃくちゃ喜ばれると思う、うん、めちゃめちゃ喜ばれると思います。これタンバリンズは香りが強いブランドなんで、はいはい、香水とかもね、うん、あるんだけどやっぱりいい香りですよ、うん、韓国っぽい、ぽいなんかおしゃれな抜け感のある香りがするので、タンバリンズはめっちゃおすすめです、はい、僕もう一個買ってキンフォーク出た、はい、キンフォークそこにある、ね、そこにねありますちょうど。キンフォークっていう、まあ、おしゃれな雑誌があるんですよ、うん、でこれの存在はあの蔦屋書店とかにね、うん、あるんで、はい、知っていたんですけど、僕らは本当にただの雑誌媒体だと思っていたんだけど、ね、はい、どうやらなんかこういう香り系のブランドをやってましたねっていうので、まさに俺らみたいだよね。大人男子ラボっていうメディアをやりながら、はいはいはい、レタッチっていうプロダクトを作ってるみたいな感じで、うわこんなん作ってんだっていうので、これはソンスのキンフォークのショップで買いましたね。これボディーローションですね、はい、これもいい香りするんすよ、うん、バラバラバラっていうかローズっぽい香りで、香り系のブランドですね。でしたね、はい、うん、全部で4種類ありましたっけ。4種類ぐらいあったね、はい、その4種類の香りを全部に展開してるって感じで、香水とボディーローションと、まあ、他にもハンドクリームとかそうですね、いろいろあって、うん、まあ、パッケージもねちょっとこうおしゃれな感じですよね、うん、店員さんもすごい愛嬌ありましたよ ねありがとうって動画で言ってたよ。あ、言ってました。ありがとう、可愛かった。すごい可愛かった、うん、そして、飯か。飯ですね。飯だ、まあ、韓国海苔。他韓国海苔の、はい、ふりかけを、まあ、あと辛ラーメン、コンビニ買いました、はい、あとなんかこのねあのジャージャー麺がめっちゃうまいらしくて噂のこれもちょっととりあえず買ってみました、はい、食うのね楽しみにまたアップしたいと思います、はい、という感じで、はい、韓国、うん、ソンスとアクヨン、はい、あとまあミョンドン、ミョンドン回ってきましたけども、はい、めっちゃ楽しかったです。楽しかったですね、はい、韓国はもう南米行ってもいいなっていう感じだね、うん、はい、うん、またなんか週末とかで、うん、行きたい超行きたいです。正直回りきれてないよね。回りきれてないです、全然。2泊3日はマジで回りきれてない、うん、消化不良です、うん、あとカフェもねやっぱおしゃれなとこいっぱいあるんで、うん、まだまだ回りたいな、本当に思っております。はい、レタッチ韓国に行きたいね本当に。いやでも、ね、あってもおかしくないですよ。おかしくない、全然おかしくない、全然おかしくない、起きたいなと思います。起きたいですね、思います。頑張っていきます、はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。